クレーボーン軍はアメリカ合衆国テネシー州の北東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は32,213人であり、2000年の29,862人から7.9%増加した。軍庁所在地はテイズウェル町であり、同軍で人口最大の町はハロゲート市である。 クレーボーン軍は1801年10月29日に、グレンジャー軍とホーキンス軍の一部を合わせて設立され、南側協会はアンダーソン軍まで広がっていた。軍名は、バージニア州海岸地域の特権階級に属し、アメリカ合衆国最高裁判所の初代判事、初代のテネシー州、選出アメリカ合衆国会議員を務めた、ウィリアム CC ・クレーボーンにちなんで名付けられた。 1892年、イギリスの土地運用会社アメリカンアソシエーション社が、現在リンカーン記念大学がある場所に、フォーシーズンズホテルを建設した。当時の宣伝では、国内最大のホテルとされていた。本館は4階建て、ロビーは75フィート四方、食堂は50フィート X160 フィートあった。宿泊用に700室があった。別に、病院、宿泊所、 保養所など小さな建物もあった。このホテルは成功せず、1895年には解体された。営業中には近くのイングリッシュ洞窟まで馬車で送迎していた。この洞窟は木製の階段、歩道、橋を作って改良されていた。現在この洞窟では、これら木材の腐った名残が残っている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は442平方マイルであり、このうち陸地434平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は1.65%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。